はい、ノブゾンビですということで、本日はフォールアウト4 PS4 のモッドを元気に紹介したいと思います。では本日紹介するモッドはこちら。はい、ではこちらのモッド、ヒアースモーキングですかね。こちらはですね、自分は個人的にずっと求めてたモッドなんですけど、どういったモッドかっていうと、自分の主人公プレイヤーにタバコを吸わせるモーションをさせることができるモッドですね。まあ、使い方至ってシンプルで、普通にタバコを使用するとそのタバコを吸うモーションしてくれるようになってます。まあ、横にね、いろいろ書いてるんですけど、ごちゃごちゃたくさん書いてるんですけどまあ、特にタバコに何かの効果があるわけでもないっぽいんですよね。一応なんかロードオーダーも書いてるんですけど、まあ多分大丈夫、何が大丈夫って言われたら分かんないですけど、適当に置いてみたところ全然使えたので問題ないかなと思っております。でこちらがですね、モーションしてくれるのはいいんですよ。モーションしてくれるんですけど、まあ、攻撃とか別に大した不具合は、まあ、先に言っときますけどないんですけど、そのモーションがだいたい1本に対して1分ずっとそのモーションをします。とワンカートンだと4分ぐらいかなのモーションをずっとし続けてくれますね。でタバコを吸うと、普段このフォールアウトの主人公って顔面に対して、左側に位置するんですけど、こちらの、まあ、モッドを使ってタバコを吸うと中央にプレイヤーが来るように変化します。まあ、いろいろここでごちゃごちゃ言っててもなんなので、早速使ってみたいと思います。で入れてる場所なんですけど、結構自分は上の方に入れてます。タバコ自体ケミストリーステーションでこちらの元で作れるようになるので、まあケミストリーステーションでアイテム作るような感じのモッドの近くに置いてます。まあ武器モッドの上とかなので結構上ですね。まあこんな感じで、これが一番上なんで、まあそこら辺に自分は置いてます。では早速見ていきたいと思います。はい、ケミストリーステーションでこちらのスモーキンヒアっていうのが追加されてます。でこちらでこのスモーキンヒアリードミー、こちらを作っていきます。イベントリーを開いていただいて、ミスクかな、はい、こちらミスクの方にスモーキンヒアリードミー、こちらが追加されているので、こちらを読みます。まあ、全文読まなくても大丈夫だと思うんですけど、まあ、いろいろ書いてますね。でこれで終了。はい、そして今度はエイドの方ですね。エイドの方にこちらレッツスモークっていうのが追加されているので、こちらを、まあ、お気に入りに追加していきます。はい、でジャンクの方でちゃんとタバコを持ってることを確認して、はい、ではそしたらお気に入りに登録したこちらレッツスモークを使っていきます。はい、そうするとキャラクターが中央に寄ってタバコを吸ってくれます。でこの状態が約1分間続きます。でちゃんと歩けます。歩けますけど、止まったらこのようにこのモーションをし続けてくれますね。で武器もちゃんと構えてます。で武器しまうとタバコ吸ってますね。よーく見ると手にタバコが突き刺さった状態になってますねでこんな感じです。これが1分続きます。でこちらのモッドなんですけど、三人称視点でしか機能しません。まあ、FPS の状態だと、まあ、こちらを使っても機能しませんね。三人称視点でもこのように近い状態ですと、キャラに近づきすぎてちょっと確認ができない感じになっちゃいますね。ただこんなにでっかく自分のキャラを見ることが
ないので、これはこれでスクリーンショットを撮るのに使えるかなと思います。はい、ということで本日のモッド紹介これで終了したいと思います。ぜひね、連邦でタバコを吸いたい人はこちらのモッドを入れて遊んでみてください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また次回。